まずはですね、このシートマスクと保冷剤です。やる前にまず冷蔵庫にしまっていきたいと思います。まず工程1、顔を洗います。顔を洗った後は何もつけません。工程2はアルコール。これなんか本当はね、肌に塗る用じゃないんですけど、まあアルコールですね。ごめんなさい、ちょっと今なかったので肌に塗る用のアルコールっていうのが薬局に行くと売ってるので、正しくは肌に塗る用のやつを買ってください。肌すっごい弱い人とかだと肌に塗る用じゃないと蒸発の力が強すぎて荒れちゃったりすることがあります。でまずはアルコールドバドバ使いますんでね、こんな感じで湿らして顔を隅々まで消毒していきます。はい、消毒しました。これは麻酔クリームです。メットを口に入らないように塗っていきます。ラクサクリームという麻酔クリームです。これはネットとかで買えるので下にリンク貼っておきます。人によっては薄く塗るっていう風に紹介してる人もいるんですけれども、傷つけるのでしっかり、あ、こんな感じで白いのが出てきます。しっかり厚めに塗った方がいいと思います。私が美容皮膚科でやった時は厚めに塗りました。ちょっとビニール手袋使ってやるので改めてアルコールをして消毒します。乾いたら塗ってきます。なんか麻酔をねかけても痛いっちゃ痛いのよ。なのでしっかりとケチらずに厚く塗りましょう。はい、こんな感じで塗りました。そしたら上からサランラップをしてきます。サランラップはベーって貼んないで、おでこ、ほっぺ、鼻、口みたいな感じでブロック分けしていくと後でやりやすいです。はい、こんな感じでサランラップで覆いました。このラクサクリームは表記上は1時間なんですけど、前回は30分で十分効いて痛くなかったので、今回も30分このまま放置したいと思います。それでは30分後まで。はい、というわけで30分経ちましたので剥がしていきたいと思います。アルコールのウェットティッシュで拭き取っていきます。全然感覚がない、貼ってあるかどうかわかんない。拭き取りました。30分やったんだけれども、一応様子を見ながら、すねっても感覚がなければ OK です。アルコールで消毒をしていきます。で手も必ずアルコールで。ダーマペンを用意します。針を滅菌のところに入っているので消毒はしません。こんな感じで針をつけます。でコンセントを入れます。なんか怖いのでこの辺もアルコール消毒しよう。でそしたらこれ100円ショップで買ったシリンジなんですけど、いつもアルコール消毒していきます。で蓋を開ける。こんな感じで密閉状態になってますね。でここから刺して中の液体を吸い込んで使います。100均のじゃダメかなあ。取れるわ、ここの蓋取れるのでシリンジ使わなくてもいけますね。はい、じゃあ電源入れます。じゃあまずは 0.5 から。でこれ赤色に何回かクリックすると赤色になるんだけど、これが一番早いそうなのでまず当ててみます。全く痛くないですね。1、痛くないです。 1.5、 痛くないですね。じゃあこれでたっぷりと成長因子を塗りながらやるので、ここで手で塗りながら今2にしました。全然痛くないですね。 2.5 です。痛くないです。じゃあほっぺた全体に成長因子を塗ります。これでやっていきます。はい、こんな感じです。めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。ちょっとこれもったいないので傷が開いてるうちに塗っちゃいたいと思います。痛い、すごい痛い。前回 1.5mm やったんだけど、 1.5mm の時はそうでもなかったかな。血を軽く拭いちゃいます。鼻周りだけ出ましたね。穴を開いてるうちにめちゃくちゃ痛い。これも成長因子なのでめっちゃ痛いんだけど今日。はあ、これで冷やしていくんですけど、この100均シリコンマスクを上からやって保冷剤、さらに保冷剤を当てると結構痛かった。前回全然だったのに。やっぱ 2.5 ぐらいにすると痛いですね。このまま放置してきます。気持ちいい。針は必ず一回一回捨てましょう。絶対使い回しちゃダメだと思う私。
はい、というわけで20分経ったので撮っていきたいと思います。なんか20分経ってようやくちょっとヒリヒリが収まってきたかな。うわ、マスクさ、ほら血が滲んでるもんね。これをやると傷の治りがすごい早いんだって。なんかやった直後は今までの10倍ぐらい毛穴が見える。ワセリンをたっぷりと塗っていきたいと思います。傷つけた後の肌って本当に乾燥がひどいので、ワセリンをベタベタするので綿棒を使って塗っていきます。はい、こんな感じでセルフダーマペン使ってるパックも美容液も美容皮膚科さんで使ってるものと同じなので、自宅でかなり安くサロン級な美肌の活動ができるかなということで、すごい期待したいと思います。皆さん自己責任でやってください。というわけでダウンタイムもね見ていきたいと思います。8日目の夜です。こんな感じです。だいぶ綺麗になったかなと思います。全体的には6日目からあんまり気にならないぐらいだったんだけど、今もそうなんだけど、動画だと映らないんですけど、カスみたいなのがつくぐらいの皮むけをまだ実は起こしています。個人的には成長因子を使ったからといってめちゃめちゃ劇的に治りが早かったかどうかっていう部分は分からなかったんですけれど、美容皮膚科さんでやった時、私 3.0mm をやってるんですね。 3.0mm をやった時はダウンタイム8日間かかったのよ。あの時はでもずっと赤みが続いていってたんですね。でも今回それで言うと 2.5 ミリで、赤み自体はね3日ぐらいで引きました。肌のビフォーアフターの感じはね、あんまりちょっと今わからないですね。なんかやっぱりね、血がすごく出たところが皮がすごくむける傾向にあるので、もうしっかりともっとちゃんと奥まで刺すと皮むけをすると思います。で、前にご紹介してるセルフダーマペンが私 1.5 ミリでやってるんですけど、 1.5 ミリの時はもうダウンタイム本当に2日とか気にならなくなったので、普段の生活に支障なくやるんだったら 1.5 ミリが個人的にはおすすめかなと思います。ただ、まあ、成長因子を使ってる、せっかく高いね今回ダーマヒールとか使ってるという面では奥まで刺したいなというので 2.5 ミリぐらいがいいのかなとも思いました。というわけで今回はお家でダーマペンを成長因子などを使ってやってみたというご紹介でした。毛穴の開きとかは5回目ぐらいからなんとなく実感できるようになるかなという口コミが多かったので、このまま私もセルフで続けてみて、また皆さんに新しいご報告ができればと思います。というわけでこれからもアラサーの気になる情報や気になる美容情報ご紹介していきたいと思いますので、ぜひこの動画が参考になったぞという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでセトセラでした。バイバイ。